皆さんこんにちは、体幹バランストレーナーの久保です。今日もですね、イケメンの海斗くん来てくれてます。また成長したね、イケメンどもね。ありがとうございます、ね、身長は今164。半年前に来た時ってどれくらいだったっけな。158。だいぶ伸びたね、はい、今中1だよね、はい、その半年前のね、YouTube 動画と見比べてもらいたいんですけども、ちょっとこれからチャレンジだと思います。前回、自分がトレーナーとして見たのが、脇腹が弱いな、軸足が弱いな、でこれだと、まあ、成長痛にもつながりますし、当たり負けするね、体になると、こういうことを考えたら基礎的な体幹ができてないということは、まあ、今後どういう選手になりたいんだっけ。自分の好きな選手を超える。誰強い選手、これ。クリスティアーノ・ロナウド。うわー、ハードル高い。もうないか。うん、大丈夫、今からやってたら大丈夫。最初半年前に行った時はもう絶対それ無理な話なんですけど、まあ、ただ半年後ね、今日ね、それが少しでも近づいてるかもしれないから、そのチェックをねちょっとするから。じゃあ最初は脇腹のテストをやります。はい、じゃあ膝曲げて、はい、マットをね間に挟みます。まあ、このまま押してもいいんですけど、膝と膝がねぶつかって痛い時があるので、力が入りづらい場合がありますので、クッションとかね座布団でも置いてもらって、で膝と足首をこう固定します。で何をするかというと、固定した状態でここの脇腹、ここが弱いと倒れやすいです。そこを前回やった時って、まあ、頭がこの辺ぐらいなのかな。ちょっとね皆さんもね見返してもらえればいいんですけど、今日どの辺までいくかな。この辺までいくんじゃないかな、強くなってたら。じゃあこれをやります。3回やりますね。じゃあいい、はい、息吐きながらね。ここだよ、ここ。はい、よーい、はい、おわー、はい、いいよいいよ、寝て、余裕じゃない、ちょっと。よーい、2、はい、 OK、 おお、いいじゃん。はい、ラスト、はい、3、はい、オッケー。ちょっと待って、強くなってます。でも誰を超えたいって言ったっけ。ロナウド。ということは、はい、プレゼント3キロです。3キロ、これを持って今みたいなところができたら、だいぶ近づいてる証拠、ね、はい、これ両手で持とう。はい、いくよ、はい、よーい、1、おお、オッケーオッケー、はい、寝て、はい、よーい、2、オッケー、グー、はい、よーい、3、グッ、オーケー、いいじゃん。何そのクールな感じでやってんの。すげえよ、すげえよ。皆さんちょっとね、6ヶ月前ちょっと見ていただいて、どんだけ成長したか。まだね、カイト線が細いんですけれども、かなりついてはきてます。まだまだ筋肉とか骨とかね成長していくので、まあ、ここでその体を太くするっていうよりも、むしろ重心ね、自分の自体重で、倒れない体、あとそういうところをね、まあ、まあ、バランス系のトレーニングを入れていって、強くさせる。ちょっと腹筋見せてもらっていい？どんな感じ？うわー、いやすげえよ。ということで、今1種目目のね、まあ、評価、まあ、皆さんも前の動画と比較してもらってちょっと見てくださいね。はい、そしたら今度は2種目目ですね、何をやるかというと、ファンクショナルマットを引いて、不安定なマットで軸足がしっかり支えられるかどうかですね。で前の回とは後ろ足も曲がってて、で右足の軸がねこうグラグラ、まあ、軸足が両方ともなんですけど、こうグラ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 してました。足首がグラグラするのはいいんですけど、膝までグラグラしてたので、それがちゃんと修正できてるかどうかというチェックをします。はい、チューブをね巻いてもらいました。じゃあ右足を軸にして、はい、後ろ足はピンと伸ばすんだよ。昔前はね曲がってたからね。はい、じゃあ軸足しっかり作って、はい、前にぐーっと倒して、はい、後ろ足をパッと上げる。ストップ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、おお、はい、逆、はい、逆足ね、いいじゃんいいじゃん。はい、右足後ろ、後ろ足ピーンと伸ばすんだよ。はい、ここでしっかりね軸作って、はい、前に倒して、はい、瞬間的にパッと離して、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、 OK、 おお、できたじゃん。ちょっとだけじゃ難しくしようかなと思ってます。いい、はい、何をするか、同じようにこういうふうにして、今度は上下に下げる、チューブ引っ張りながら、でこの時手はフリーでね。はい、チャレンジ、OK、 手はフリーでいいからね。
後ろ足しっかり伸ばしてね、はい、軸足作って、はい、浮かして、はい、軸足、はい、上下1、2、後ろ足伸ばす、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、おお、合格、はい、逆行こう、すごいじゃん、はい、軸足ね、ちゃんと意識できてますね。前はね、ここのね、内側の筋肉がね、ちょっと弱かったんですよ、ここの部分がね。なので、ぐら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 したんですけど、今は、まだ細いですけど、できてます。はい、じゃあ行こう。はい、後ろ足。よーい、上げて。はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、あっ、本番に強い、強くなった、はい、じゃあ3回目のチャレンジね、できなかったやつができるようになってるか、この状態でこれ乗っけます。さあ行きましょう。右腕、左足上げて、お、1、2、3、すげえじゃん、カイト、はい、できました。これ結構ね、難しいんですよ、これ。プロの選手もこうくるくる回るので、それを安定させたっていうのは、まあ要するに骨盤がこうグラグラしてないってことですよね。体幹の前の方で安定させられた、あとは腕を伸ばす、足を浮かすっていうことで、骨盤が普通だったらこうね、ずれるんで、したらどっちかにね、ポールが転げるので、できたんです、すごい。ということで、チャレンジ3つ全部できました。おー、成長してます、カイト、ね、頑張った。ということで、次のチャレンジはまた3ヶ月後にやってみようか、はい、なんかね、レッツ、お待たせ。